Hey, you. おばあちゃん集中して。第一ラウンドではコカ・コーラ味のゼリーが食べたい。楽勝ね。ゼリー作ったことなんかないわ。何から始めるかいいアイデアがあるの。もちろんまずはコーラを用意しないとね。作業の段階から凄さを発揮しないと。完璧かな。数滴飛んじゃったけど。来なさい。お行儀悪いわよ。コーラはこんなにいらない。最高な方法で処理しちゃおうっと。そして私のゲップ。あらら、本当にお行儀が悪いわね。コーラにキャンディーを入れたらもっと美味しく、そして可愛くなるわよ。今度はコーンシロップを入れないとね。これでコーラがゼリー状になるのよ。あとはよく振るだけ。あ、コーンシロップってこんなにベトベトしてるの。もう何なのよ、剥がれない。ビッキーのお菓子が出来上がらないじゃないの。あと少しよ。はあ、うまくいったわ。私のゼリーはあと少しでできるわよ。あとはもっと美味しいゼリーになるために凍らせるだけ。できた。すごく難しいわね。一番美味しいゼリーは凍らせた蜂蜜だと思うわ。いいアイデアでしょ。変なこと考えるわね。本物のゼリーの作り方を見せてあげるわ。まずはコーラをお鍋に入れるの。コーラ味のグミも忘れないでね。ゼリーがもっともっと美味しくなるのよ。これは隠し味。ゼリーがキラキラになるの。あとはよく混ぜるだけ。ゼリー状になったらボトルに注ぐわよ。こんな感じ。最後に冷ますわよ。 OK。 液体窒素で冷ますのが一番手っ取り早いわね。数秒待つだけで冷めるのよ。良い子のみんなは大人がいない時に液体窒素に近づかないでね。できた。リッキー、今日の優勝者を選びなさい。どれから始めようかな。全部美味しそうなの。まずはおばあちゃんのからにしようっと。普通の蜂蜜みたい。今度はシェフの番ね。綺麗だけど、なんでこんなにキラキラしてるの。残るはジルだけね。すっごく美味しい。文句なしの優勝者はジルよ。やった、頑張った甲斐があるわ。これは何？ワッフルを作るためにいる道具。このラウンドではワッフルを焼いてね。了解。ワッフル？どうやって作るの？ワッフルは私の得意料理よ。私の孫の好みなら私が一番よく知ってるの。まずは生地を作らないとね。小麦粉に卵、そしてバター、砂糖と牛乳も必須よ。この牛乳は本当に美味しいの。生地はあと少しで出来上がるわ。すごい速度でしょ。そう、私のマシンの方がパパッと生地を作るわよ。なんてことなの、急がないと。一番美味しいワッフルを作るわ。私の方が早く終わるわ。本当にそうかしら。私の方はもうできてるわよ。あとは生地を分けて色をつけるだけ。着色料をつけるわよ。色がついたわ。これで焼けるわね。カラフルな生地でカラフルなワッフルができるの。美味しい。自分でも食べたいの。
である私と勝負ができるとでも思ってるの？いいえ、私のレインボーワッフルはできたわよ。あとは綺麗に提供しないとね。黒いお皿を用意するわ。白いホイップクリームは雲。カラフルなトッピングもちょうど合うわね。 OK。 より一層綺麗になったわ。私の孫が大好きなのは私のワッフルなのよ。もうできたわ。アイスクリームとベリーで飾り付けをしましょう。暑い日にぴったりなデザートね。メープルシロップもかけようかしら。ジルのワッフルはどこ？心配しないで、また作るわ。生地がもうないんだけど。でも大丈夫、リュックの中に何か入ってるはずよ。ミニちゃん、こんなところにいたの？あった、麺よ。これで新しいワッフルを作るの。ここに入れて、ほらできた。美味しそうでしょ。私はそんなの食べたくないわ。それはビッキーに聞いてみましょう。これは何？こんなの初めて見る。美味しければいいな。食べてみるわ。うわぁ、まずい。食べたことのない味よ。おばあちゃんは私の大好きなワッフルを作ってくれたんだ。私のことを思って作ったんだよね。ありがとう。すっごく美味しいよ。ああ、シェフは芸術作品を作ったみたい。すっごく美味しいよ。でもおばあちゃんのワッフルが一番美味しいかな。子供の時からの大好物なの。おめでとう。私なら勝てるって知ってたわ。今度は何かしら？ドーナツが食べたい。喜ばせてくれる？ドーナツならすぐに作れるわ。私は美味しく作るわ。美味しいって？ヌテラは最高よね。え、もう始めるの？ごめんなさい、つい夢中になっちゃって。でも準備ならできてるわよ。まずはオレオを細かく細かく刻まないと。じゃーん、粉々になったオレオはヌテラに混ぜるの。味見ができるから料理が大好きなのよね。あー美味しい。あとは出来上がったペーストをこのドーナツメーカーに入れるだけ。すごい。どこかしら？あったわ、ありがとう。型に流して待つわ。遅いわね。私のミニドーナツはできたわよ。半分に切って中にシロップを塗っていくの。ほら見てて。あと少しで完成よ。ドーナツのコーティングはマシュマロペーストにするの。袋に詰めてこの穴から出していくわよ。すっごく簡単だし美味しく出来上がるの。そして最後はトッピング。トッピングがあった方が美味しいでしょ。あっという間に最高傑作ができたわよ。羨ましい？いいえ、私のドーナツだってできたのよ。あとはシュガーパウダーをかけるだけ。あら、ジル、ごめんなさい。さ、できたわよ。私まで食べたくなっちゃった。ビッキーのために我慢よ、我慢。自分のドーナツがあるでしょ。そうだった。
見て、美味しそうでしょ。ナイス。素敵。上からヌテラを塗ったの。リッキー、そろそろ優勝者を選んだら。一番綺麗なのはシェフのドーナツだから、はじめに食べるね。綺麗だし、すごく美味しい。次はおばあちゃんの。美味しいけど、なんだか普通ね。もっとすごいと思ってた。ジルのドーナツには期待してるよ。チョコレートで気に入った。でも一番美味しかったのはシェフのドーナツかな。おめでとう。やっと私の実力が評価されたのね。私から回すね。ラッキー、ソーセージが大好きなのよ。大きいのが当たってよかったわ。美味しそう。カモン。今度は私が回す番よ。私が欲しかったのはゴキブリじゃなくてお菓子だったのに。もう一回回してもいい？ダメ、そうはさせないわ。私にゴキブリを食べてもらってほしいの？気持ち悪いじゃない。絶対に食べないわ、怖いの。食べたくないなら罰ゲームを開けてもらうわよ。やだ、やっぱり食べる。ピザには合わないと思うんだけどな。あ、手が襲われたわ。こんなの嫌なんだけど。最悪。ジュリーは何見てるの？早く食べなさいよ。そうね、ピザをホットドッグにしちゃおうっと。中には美味しいソーセージを入れちゃうわ。これで本物みたいでしょ。美味しい。ソーセージが完璧にマッチしてるわ。普通のホットドッグよりも美味しい。ジュリー、私に食べてもらってほしいの？喜んで手伝うわ。何してるの？食べていいって言ってないわよ。返して。え、私のソーセージは？いやよ、こんなにたくさんいるじゃない。ピザが食べられちゃうわ。すごい、本当にたくさんいるわね。みんな邪魔よ、ピザを食べさせて。あー、ほとんど何も残ってないわ。でもこっちの方が食べやすいわよね。ゴキブリを食べたの？気持ち悪い。口の中に何かいるわ。ブラウス。あー、どっか行って。口の中にゴキブリの王国ができたのね。今度は私から回してもいい？何が当たるかな。最悪。ミミズだけはやめて。ガムがいい。やったー、ハバババは大好きなの。最高。今度は私の番ね。ずるいじゃない。ミラはガムで私は鳥の足なの？気持ち悪くて恐ろしいじゃない。運が悪かったわね。早く食べなさいよ。そうね、早くトッピングするわ。ガムをピザに乗せたら可愛くなるわよ。カラフルで長いから最高のピザになるわ。美味しくなること間違いなし。見て、すごい？最高でしょ？いいわね。鳥の足とは違って。あ、いいこと思いついた。ドッキリを仕掛けてミラを楽しませるわ。何よこれ。あ、やめて。何してるの？早くピザに乗せて。そっちの方がいいでしょ？もう何なのよ。ピザを楽しみたかったのに、この鳥の足を食べないといけないの？どう？美味しい？気に入った？からかうつもり？自分のピザを食べなさいよ。
そんなの簡単よ。おいしいピザなんだから食べちゃうわ。最高。ピザとガムってこんなにおいしいのね。おいしすぎてたまらないわ。こんなにおいしいピザは久しぶりよ。今度は風船を作って遊ぶわ。すごく大きいね。大きければ大きいほどよく割れるわ。さっきのは何？何も見えないわ。鳥の足を捨てるチャンスだわ。ない方がピザが美味しいの。ジェリー、何も知らないとでも思ってるの？全部見てたわよ。残念だけど罰ゲームルーレットを回すわよ。あんまり悪くないものだといいんだけどな。やった雨だ。鳥の足の雨はどう？あはは、助けて。気持ち悪い鳥の足が降ってきてるわ。ジェリーすごく面白いわよ。今度はどんなお菓子かな。やったラッキー。目玉グミを食べる時が来たわ。食べるだけじゃなくて遊ぶこともできるのよ。ミラ見て、指に目玉があるよ。遊びはこれぐらいにしてそろそろ食べるわ。どう？おいしい？すごくおいしいわ。ピザと食べたらもっとおいしそう。私だって食べたい。タコ？お菓子が良かったのに。タコってヌルヌルしてて気持ち悪いじゃない。最悪なピザになりそうよ。気持ち悪さが想像できるわ。運が悪かったわね。気持ち悪い。私の目玉グミは美味しくなること間違いなしよ。見た目だって最高でしょ。最高。たまらなく美味しいわ。もう止まらない。私もグミ食べたいな。そうでしょ。こんな美味しいピザを食べてる自分が羨ましいぐらいよ。目が口から出てくるわ。またふざけてるの？すごくいい気分なのよ。ミラはなんで食べないの？忘れてるのかと思ったのに。ナコなんか食べたくないわ。中でひっつかないといいんだけどな。かわいそうに、見てるだけで気持ち悪くなるわ。当たり前でしょ、タコなのよ。ベロにひっついてくるの。ジュリー、全く笑えないわよ。見てなさい。あ、何よ。よくもやったわね。これでタコは面白くないってわかった？後悔してもらうわよ。ピザを丸ごと口の中に突っ込んでやるわ。そうしたらタコを一気に食べてもらうわ。えい。あー、気持ち悪い。ひどいわね。いいえ、自業自得よ。召し上がれ。じゃんけんぽん。勝ったわ。やったー、フライドポテトだ。ゴキブリは好き？ゴキブリを食べてもらうわよ。ジュリー、ズルしちゃいけないのよ。元に戻して。じゃないと罰ゲームルーレットを回すわよ。ああそう、やったー、フライドポテトがたくさんあるわ。いい匂いね。早く食べたいな。ジュリーも早く回して。そうね、何か美味しいものが当たるといいな。お願い。最悪、ニンニクだけはやめて。臭いじゃない。おかしいわね、ないわ。じゃあ何も食べなくていいってことね。よく見て。確かに臭いわね。あー、なんで私にかかってるの？食べるものなんでしょ。まずはニンニクをどうにかしないと。専用のボックスだってあるのよ。
まずは中にニンニクを入れるの。えへ、パパッと綺麗なニンニクができるのよ。アーサム、できた。わお、これで綺麗な絵ができるわね。例えばハート、いいアイデアね。私はポテトを使って喜びを表現するわ。ハートよりもニコちゃんの方がいいでしょ。かわいい。真似したわね。私のハートよりも上手なものはないわよ。そうね、早く食べなさいよ。え、こんなに綺麗なのに食べないといけないの？ズルしようとしないで。罰ゲームタイムね。なんでこんなに運が悪いの？ニンニクピザをシェイクにしないといけないの？ブレンダーはあるからすぐに作れるわよ。何ができるのかな？まずい何かよ。確かめてみましょう。はい、カモン、吐いちゃったらミラのせいだからね。こんなのを飲んだら気分が悪くなるわ。そうね、最悪な見た目。口の中にゴミ箱があるみたいよ。もうすぐ吐いちゃうわ。あー、気持ち悪い。最悪、助けて。あ、ニンニクのせいでミラが。どうしよう。私は大丈夫よ。フライドポテトが私の顔にくっついたわ。やった、やっとチャレンジが始まるね。あー、僕はラッキーじゃない。一個しかないよ。私の方がたくさん持ってるわよ。私なんかもっとたくさんあるわ。アレックス、運が悪かったわね。でも私たちから食べ始めるのよ。やった、僕はハバババのこの味が大好きなんだ。何してるの？アーサム、カモン。アレックスのガムなのにゴミ拾いは私がしないといけないわけ？あ、怒らないでよ。それよりもどんな風船ができるか見てて。アーサム、出来上がった風船は遊びにも使えるんだよ。でもそのためには達人じゃないといけないんだ。あ、すごい、アレックス、お見事ね。そろそろ私もガムを噛みたいわ。まずは包装紙をどうにかしないと。いいことを考えた。すごい、やっと食べられるわ。みんなこっちへおいで。すごい、すごく大きな風船ができるから見ててね。僕よりも大きい風船は作らせないよ。待って、なんてことしたの？最悪ね、風船も眉毛もなくなったじゃない。どうやっていければいいのよ。元に貼ればいいんだよ。ちょっとパニックになっちゃったわ。次はミラの番ね。やっとだ。私は風で包装紙を飛ばすわ。awesome. いいね。さあ、どんどん食べちゃうわ。すごく大きい風船を見る準備はできた？始めるわよ。ミラ、もうやめて。大きすぎるよ。どうしよう。ミラに戻ってきてもらわないと。ビンゴ、いいこと思いついた。風船を割ればいいのよ。アレックス、はい。なんで僕なの？じゃないとミラが宇宙まで飛んできちゃうわよ。あ、もう私がやるわ。やった、当たったね。もう鳥の仲間にならないといけないかと思ったわ。みんなの元に戻れてよかった。Oh, no!
ああ、一つだけよ。僕は10個もある。やったー。見て、私はもっとあるわよ。僕のザクロの方が美味しいもん。ミラから始めて。やったー、ザクロ大好きなの。見て、すごく美味しそうでしょ。でも食べにくいわよね。こういう時のためにはピンセットがあるの。便利だし、手を汚さなくてもいいのよ。まずはお皿の上に全部出して、その後食べるわ。そっちの方が美味しく食べられるわよね。そう、こんな感じ。100粒あるわ。やったー、美味しさ100倍よ。ザクロは1つしかなかったけど、私は満足よ。今度はアレックスの番ね。 OK。 まずはザクロを開けないと。切るのは簡単だけど、破るのは難しいよね。あ、アレックス、なんか恐ろしいわね。恐ろしくないよ。すべてはザクロを食べるためなんだから。頭狂っちゃったの？違うよ、美味しいザクロを食べてるだけ。ほら、早く食べ始めなよ。そうだったわね。私も始めるわ。ミラ、包丁を貸して。はい。食べるのはつまらないと思うわ。でもジュースを作るのは楽しいわよね。ちょうど使えるものがあるの。すごい大きい機械だね。こんなにたくさんのザクロがあれば、美味しいジュースができるわ。こうやってザクロを絞るの。みんな見て、すごく美味しそうでしょ。早く飲みたいな。どう？美味しい？すごく美味しいわ。顔にもジュースがついてるよ。そんなの平気よ、吹けば大丈夫なんだから。なんでこんなに少ないの？僕はもっとあるよ。見て、ミラもコーラ。そうよ、私はコーラタワーを持ってるの。でも一番目に飲むのは私よ。だからラッキーなのは私。コーラはいつ飲んでも美味しいわね。飲んだ後はお腹がおしゃべりしだすの。一気に全部飲みたいから、いいこと考えたんだ。まずは一気に開けて、次にこのストローを差し込むよ。こないだ自分で作ったんだ。いいじゃない。やっぱり美味しいな。あ、炭酸が。すごいゲップね。そうでしょう、僕は男だからね。私はペプシコーラが好きよ。だからこの缶のコーラが飲みたいわ。全部落ちちゃうじゃん。それでいいじゃない。タワーのてっぺんまで上がらなくてもよくなるわ。一気に全部飲みきれるかな。頑張れ。わほほ。ねえ、ゴミを投げないで。そうよ、缶なんだから当たったら痛いのよ。ごめんね、今はそれどころじゃないの。ミラ、どうしたの？何そのお腹。全部炭酸よ。あ、みんな逃げて。緊急事態発生。あ、すごい。ミラ、もう飲まないで。そうよ、もう何も飲めないわ。